はい、皆さんこんにちは、しんです。今日も動画ご視聴ありがとうございます。はい、今回は次期モデル iPhone 16 Pro シリーズの Mac Rumors によりますリーク情報、こちらをお伝えしたいと思います。はい、それでは iPhone 16 Pro シリーズ、以前も伝えましたが、ディスプレイが拡大するとお伝えしておりました。今回は高さ、横幅も、ディスプレイが大きくなることによって大きくなるとリークされており、今の15のプロシリーズは重さが 20g ほど軽くなって持ちやすく、手の負担もないんですけども、次のモデルは重さが増すと、こちらマックルーマーズが伝えております。マックルーマーズの、リークによりますと 7g 重くなるということなので、さほど、差は感じないかもしれませんが、持った時に、少しだけ重くなったような気もするような感じかもしれません。ディスプレイも大きくなるということで、見やすくなると思います。そしたら次が、iPhone 16 の Pro Max、 こちらの、重さ見てみましょう。はい、こちらが iPhone 16 の Pro と iPhone 15 Pro Max、こちらの、表となっております。ディスプレイのインチも 6.7 から 6.9、 さらに大きくなって、見やすくなっている感じです。高さ幅も少しだけ増えて、厚みはそのまま同じという予想です。重さは 4g、ほんまにちょっとだけ増えているような感じとなっております。こちらは Mac Rumors によります、次期 iPhone のリーク情報、今回はお伝えしております。来年のモデルもとっても楽しみです。まだ iPhone 15 の Pro、 こちらまだ買えてないので、また購入したらレビューなどあげたいと思います。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。